はい、今回は8月の10日、阪神対ドラゴンズのファームの試合を考察していきましょう。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。ということで本編の方に戻りましょう。8月の10日、阪神対ドラゴンズのファームの試合ですね。はい、まずは結果から言いますと10対2で阪神今日は快勝ということで、まあ、4回にですね、ヒット5本あとフォアボールもろもろを絡めてですね、まあ、一挙6得点しまして、まあ、4回までに7対0で大きな差をつけてですね後半戦に進みました。で5回に、ドラゴンズの方にですね加藤選手にツーランホームランを打たれてしまいまして2失点してしまいましたけれども、で8回、また阪神タイガースの方が打線集中打を浴びせてですね、一挙3得点で都合10点ということで、まあ、10対2で阪神が勝利しているというような状況でございます。で今日はですね先発投手阪神タイガースが門別投手で、ドラゴンズは野中投手ということで高卒2年目対決というような形にはなりましたけれども、まあ、門別投手に軍配が上がるというような感じですね。でドラゴンズの方野中投手もですね、まあ、かなり投げてはいるんですけれども防御率結構厳しくてですね、今日も3安打ではないですね3回を投げて打者17人に対して被安打6で三振3フォアボール2失点自責点ともに5ということで、まあ、通算防御率 6.55 ということでですね、まあ、非常に厳しい成績になっております。でその後はですね上田投手加藤投手というふうに投げましたけれどもドラゴンズに関しては、まあ、いずれの投手もですね失点してしまっているというような感じになっていますね。で阪神タイガースの方はですねまた追って説明していきますので、今日も順番に野手の方から成績を振り返ってみましょう。はい、今日10得点挙げた、スタメンから順番に見ていきましょう。1番ショート高寺選手、2番レフト豊田選手、3番センター小野寺選手、4番ライト井上選手、5番ファースト高浜選手、6番指名打者ノイジー選手、7番キャッチャー坂枝選手、8番サード戸井選手、9番セカンド桃崎選手という形になっておりまして、まあ、今日はですね、まあ、高寺選手がショートで桃崎選手がセカンドと、で遠藤選手は途中出場ですね。でまあ、このあたりの選手も本当に、まあ、今ずっと活躍してるんですけれども一軍に呼ばれないですよね。まあ、高寺選手なんかは実はファームでは、ウエスタンではありますけれども、最多安打を今放っている状況ですし、井上選手はですね実はウエスタンでは打点王ということで、ある程度ウエスタンではですね若虎本当に野手の方は特にですね結果残しつつありまして、今日もですね高寺選手実は2安打と、であとは複数安打放っているのは戸井選手ですね。でヒットそれぞれ1本ずつ放っているのは福島選手、豊田選手、小野寺選手、井上選手、あと遠藤選手、ノイジー選手、坂枝選手、桃崎選手ということで、まあ、それぞれにヒットを打っていまして、まあ、特に4回ですね、まあ、長打が4本絡んでフォアボールも2つ絡んでということで、まあ、一挙6点取りましたけれども、まあ、井上選手なんかもですね、まあ、かねがね言われていた確実性っていうところは今年一定のこう進化というか上昇というところも見れますけれども、あとはやっぱりこう長打力がその分落ちてしまってるんじゃないかっていうような心配事もですね実はありまして、まあ、2軍に落ちたから井上選手まだホームラン出てないんですよね。まあ、今シーズンに関しては5本塁打ということで、まあ、確実性が上がった分、長打力が落ちてしまっているっていうところは、非常に気がかりなところであって、まあ、井上選手の良さっていうのはやっぱり長打力ですし、まあ、甲子園を、ものともしないあのホームランパワーっていうところがですね魅力だと思うんですけれども、そこがちょっとこう影を潜めてしまっていたような状況でして、まあ、4回のツーベースもですね久しぶりのツーベースだったんですよね。まあ、そういった形で井上選手がですねこれからどういうふうな形で成長していくのかっていうのは、まあ今年来年かけてですね見ていくところポイントかなというふうにも思います。であと高寺選手ですね、まあ、率こそ2割6分8厘ということで結構試合出ているので、まあ、そこまで高いイメージはないですけれども、先ほど申し上げたように、ウエスタンの最多安打王ということで、まあ、この高寺選手に関しても5年目年齢でいうと23歳の年になりますので、まあ、今年木浪選手もいまいちですし、まあ、小畑選手は怪我してしまったということで、いよいよチャンス回ってくるかなっていうところもありましたけれども、それでも回ってこない高寺選手っていうところを考えると、まあ、ちょっとこう胸が痛いというか、高寺選手本人になって、考えた時にはですねどうやったらこう一軍のチャンスが巡ってくるんだっていうのは、率直なところだと思うんですよね。まあ、ショートの守備もそれなりにつけるようにもなりましたし、サードも守れると。でサードに関しては今
当然佐藤輝明選手いますけれども、じゃあ佐藤輝明選手がサードでなければならないのかって言われれば、昨日の守備、タイムリーエラーですよね、そういうところ考えても決してこうサードは佐藤輝明選手じゃないとダメっていうことでもないんじゃないかなっていうふうにも思っていて、そうなってくると佐藤輝明選手が外野に守って、高田平選手がサードであったりとか、木浪選手のショートっていうところですね、奪うこう素性っていうか土壌はですね、できてきてるんじゃないかなっていうふうにも思うんですけれども、ずっと本当にもう去年から繰り返しにはなりますけれども、ファームでのこう試合っていうのがですね主戦場になってしまっている、このあたりは本当岡田監督、今年までというような想定ではありますけれども、変えていかなければならない点ですよね。野手陣に関しては本当に1軍と2軍の隔たりっていうところは非常に強くてですね、ただウエスタンリーグの方だけで見ていきますと、阪神タイガース、実は打率はウエスタンでナンバーワンということで、この辺がちょっとこう矛盾であったりとか相反するところかなというふうにも思うので、このあたりは本当に来年以降是正していかなければならないところなんじゃないかなというふうにも思います。で、戸井選手に関しても去年はですね、2割切るような1割台でフィニッシュしてしまいましたけれども、そこから見るとですね、2割5分2厘ということで、今日もあわやホームランかというフェンス直撃のツーベース放ちましたし、打撃面での成長というところは大きなものになっているかなと。で、あとはやっぱり守備ですね、去年もセカンド守備していましたけれど、ちょっと厳しいということで、今年はサードを主戦場にしていますけれども、このあたりが良くなってくればですね、まだ19歳ではありますけれども、前川選手の例なんかもありますので、期待できるんじゃないかなというふうにも思います。あとはやっぱりさすがの小野寺選手ということで、3回、センターへの犠牲フライなんかもですね、必ず犠牲フライが欲しいっていうシチュエーションで、変化球をしっかりと待ってですね、センター方向に犠牲フライを打てる、このあたりは小野寺選手のやっぱりバッティングの技術だと思いますし、1回にもですねレフト前へのヒットということで、今日も3打数1安打、打率こそちょっと2割4分2厘で乗ってきてはいませんが、さすがだなと思わせるようなバッティング内容だったと思います。こういった形で本当に阪神タイガースのウエスタンというところで見ていくと、野手陣の方はですね、いい選手たくさんいますし、なんで上がらないんだっていうような選手もですねたくさんいるものなので、来季以降また期待していきたいなというふうに思います。あとは今年のペナントですね、自力優勝もしかしたら消えるかもしれませんし、広島がちょっとこう抜けたかなというような感じもあるので、そうなってきた時にどう使われるかっていうところも見ていきたいと思います。はい、野手の方ですね、ざっとこんな感じです。続いては投手の方も順番に見ていきましょう。はい、今日はですね、投手の方は、門別投手がですね、今日先発しまして、6回を投げて、打者21人に対して、被安打3、本塁打1、三振4、失点自責点ともに2、6回を投げて58球ということで、ホームラン、加藤選手にですね、1本大きいの打たれてしまいましたけれど、真ん中に入った甘いストレートでしたけれど、1、2の3で、振り抜かれたかなというような感じで、それ以外はですね、逆に、本当に危なげないピッチングでした。で、6回、この暑い中でですね、6回を投げて58球。で、この6回もですね、結構バテてきたんじゃないかなというふうにも思ったんです、バテてくるんじゃないかなと思ったんですけれども、全くそんなことなくですね、変化球、すごく切れていまして、6回は三振2つ取るということで、去年なんかは結構スタミナ面での課題っていうのも門別投手はあったんですけれども、そのあたりも徐々にクリアできてきてるんじゃないかなっていうような投球ですし、ストレートに関しても今日はですね、マックス147キロということで、相変わらずストレートの速さっていうところは健在でした。で、ストレートに関しても、大きく制球で乱すっていうこともないですし、変化球でしっかりと空振り取れるっていうのは門別投手の、ストロングポイントかなというふうにも思うので、今年ちょっと一軍でね、投げてあまりうまくいきませんでしたけれども、門別投手もまだ19歳ということで、来年再来年あたりにですね、一軍で投げられるようになればいいんじゃないかなというふうにも思いますので、そのあたりを期待していきたいと思います。で、その後を投げたのは、梶谷投手、島本投手、森木投手ということで、梶谷投手、島本投手に関しては、何もないかなというふうに思うんですけれど、森木投手がですね、怪我してたんですね。ちょっと私もニュースしっかりと把握できていなかったんですけれども、怪我明けの初めての投球ということで、ヒット1本打たれてはしまいましたけど、森木投手も元気な投球見せてくれてよかったなという感じですね。森木投手もそろそろこうちょっとファームの方でも少し結果が求められるよう
ような年齢になってきていますし、来年ファームの方もですね、球場かなり新しくなりますので、そういうところを考えれば、今年のうちにですね、やっぱり来年につながるプレー、来年こういう風になれば森木投手っていけるよねっていうような絵が浮かぶような投球っていうのを、見ていきたいなという風に思いました。はい、こういった形でですね、今日は10対2で勝利しまして、野手の方にも結構大きな収穫ありましたし、投手の方もですね、モンベズ投手、安定したピッチングでしたし、森木投手も復帰したということで、実りある試合になったんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はですね、以上です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。